コモンはアメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身の MC、俳優。これまでにグラミー賞を3回受賞し、2015年にはアカデミー一家局賞を受賞した。シカゴで生まれ育ったコモンは、1992年、コモンセンスの名の下、シングル、Take It Easy でデビュー。1994年にはリザレクションのリリースで高い評価を得る。 このアルバムの収録楽曲であり、ヒップホップを女性になぞらえた、I used to love HER の歌詞がきっかけとなり、ウエストコーストのラッパー、アイスキューブとビーフが勃発した。さらに、コモンセンスは同名のロサンゼルスのレゲエバンドに訴えられ、現在の名前、コモンに改名を余儀なくされる。1997年、コモン名義としての初のアルバムで、ローリーヒルや、 クエストラブ等とのコラボレーションが実現した、ワンデイトルオールメイクセンスをリリースした後、MCA レコードへと移り、クエストラブをはじめとするネオソウルヒップホップ集団、ソウルクエリアンズとのレコーディングが中心となり、大きな評価を得た、ホースアルバム、ライクウォーターフォーチョコレートが完成する。期待を集める中リリースされた次のアルバム、エレクトリックサーカスは、 ロックやエレクトロニカの要素を含めた実験的な作品で賛否両論の結果となる。2004年、同郷の MC カニエ・ウェストが立ち上げた、新レーベルグッドミュージックと契約する。そうして、カニエ・ウェストのプロデュースによるアルバム BE をリリースする。BE は各紙から絶賛され、XXL 氏は5段階中の5の評価をつけている。第7作目のアルバム、 ファインディング・フォーエバーにもカニエ・ウェイストが関わり、全米アルバムチャートで1位を獲得した。2008年には、ファレル・ウィリアムスのプロデュースによる、古ン自身8作目となるアルバム、ユニバーサル・マインド・コントロールをリリース。全米アルバムチャートは12位。2015年には、映画、グローリー、明日への更新の主題歌である、グローリーを、ジョン・レジェンドと共同で発表し、 アカデミー一家曲賞を受賞した。その他にも第58回グラミー賞で3部門にノミネートし、ビジュアルメディア家曲賞を受賞するなど、高く評価された。2003年、シットコムガールフレンズに出演。2009年に公開された、ターミネーター4にキャスティングされた。ザ・ライトなどで共演したエリカ・バドと交際していた。ありがとうございます。